先生、私たちはあなたのような大人が一番嫌いです。地獄に落ちろ。クソ嫌われとる。めっちゃ面白いね、君たち。お疲れ様です。ムービンです。今回もブラーカイブのゲーム実況やっていきますよ。前回のパートは、モモトーク編となっておりました。4人のね、生徒さんのメモリアルロビー見ていったんですけれども、今回はまたね、メインストーリー戻っていこうと思います。というわけで、今回ボリューム4等と入っていきましょう。第1章、ラビット招待指導の章です。はい。なんて言おうとしたの、今。ラビット招待指導編ですとか言おうとしたね、今ね。うん。これ1章しかないんだよね、このボリュームね。どんなストーリー展開なのか、すごい気になりますけれども。やっていきましょう。第1話、統制不能な特殊部隊という話でございます。よろしくお願いします。お、珍しい、リンさん。珍しいですね、リンさんが冒頭に出てくるの。あれですよね、だいたいアロナちゃんがこういう連絡を受けましてみたいな、シャーレとして受けまして行きましょうよみたいな、そういうプロローグが多いよね。リンさんは久しぶりですね。ご無沙汰しております、先生。あ、リンちゃん、リンちゃんって呼んでんの。誰がリンちゃんですか。そういうのはもっとですね。いえ、そのようなことはさておき、少々お話ししたいことがあり、ご連絡させていただきました。シャーレに来られてから、それなりに時間が経ちましたね。ご報告はいただいてますので、様々なことがあったとも存じております。あちこちでご活躍されたようで、おかげさまでこちらとしてもいろいろと助かりました。それはさておき、いくつかお願いしたいことといいますか、具体的にはシャーレの報告書に関すること、今後の連邦生徒会の新たな、いや、やはり直接お話しすることにしましょうか。今日の午後予定は空いてますか。お茶ぐらいは用意しますので、よろしければお越しください。お待ちしておりますので。行くか。江藤先生、お疲れ様です。なんだかちょっと空気感が気になりましたが、大丈夫でしょうか。怒られるかも。リンに怒られるのはご褒美だから、ちょっときしょいんで下にしよう。そうでしたか。ですが、きっと怒られてばかりではないと思いますよ。リンさんも言ってたように、先生はあちこちで大活躍ですから。お茶を用意してくれると言っていましたし、もしかしたらすっごいおもてなしをしてくれるかもです。そうだったら嬉しいな。よだれ垂らしてるかいな、アロナちゃん。きっとそうです。さあ先生、そろそろ出発した方が良さそうですよ。行くか。珍しいな、この入り。大体こういうのって学校からヘルプ来るよね。だからなんかラビット招待から依頼頼まれるんやと勝手に思ってたけど、そうじゃないんだね。ああ先生、お待ちしておりました。久しぶり、おもてなしをしてもらいに来たよ。ふざけよう、全力で。はい、何を言ってるんですか。どうしてそんな落胆した表情。私はお茶ぐらい用意するとしか言っていませんが、そちらに座ってお待ちください。淡白だな。時間もありませんので、早速ですが本題に入りましょう。先ほどもお伝えした通り、シャーレの報告書周りに関するお話です。うん。なんか不備があったんかな。活動の内容について口を出すわけではありません。多くの生徒からいい評判で出てるのはご存じておりますし。ただ問題はその事後処理です。事後処理。はい。連邦生徒会宛てに報告書などを提出してもらっていますが。なんかやばそう。例えばこの経費の書類、請求書の内訳がすべてアラビア数字になってます。どういうこと。え、アラビア数字ってどういう数字だ。ダメなんだっけ。はい、ダメです。公文書に手書きで金額を記入するときには漢数字での記載をお願いしています。偽造防止および誤読防止のためです。アラビア数字ってどんな数字。他にも例えばこの、夏印か、空欄から3センチずれてます。結構ずれたな。3センチは結構ずれてんな。このような不備があると後処理の手間が増えてしまうので修正していただきたく、まあ今やってくださればいいのですが、すいません、リンも手伝ったりしてくれない。アラビア数字を使うっていうことはやっぱり古い人なのかな、この先生という存在が。どっから呼び出してんのか知らんけど、僕ら、現代の僕らはアラビア数字使わないもんね。アラビア数字ってどんな感じだろうな。ちょっと編集のムービンさん調べておいてください。ああ、これはシャーレのムービン先生のお仕事ですよ。そもそも先生が最初から不備のない書類を出してくだされば済んだお話です。それはそうかもしれん。
それだけではありません。どうしてこういった報告書において砕けた言葉で書くのですか。そうなの、ふわふわしてるんだな。報告書とかもそういう喋りなのかな。なんか物腰が柔らかいイメージだよね、この主人公というか先生ってね。機密文書なので外部の方は見ないとはいえ、真っ当な文章で書いてください。わからない場合は以前お渡しした連邦生徒会の公文書規定第15条に、うんぬんかんぬん、くどくど、ぶつくさぶつくさかわいそう。この後もしばらく凛に様々な指摘をもらった。砕けた言い方か、大人なのにな。あ、出た、デイリークエストの人、あゆむさんね。あゆむさんの名前ほとんど見ないからピンとこないんだよね。桃井はよく、あ、桃井はでもあれだわ、ごめん、桃からっけな、デイリーのクエストを受注する場所に行くと桃井だか桃からか入れてくる。桃井さんはあれだもんね、ミレニアムの生徒だから桃からだったかな。あっちはイメージあるんだけどね、あゆむさんはピンとこないね。あの林先輩、いえ行政官、少々ご相談が。どうしました。その緊急の事案でこっちに来てるパターンもあるのか。ほう、あー、その話がつながるのね。やっとね、あらすじに書いてあった話はね、SRT 特殊学園の撤去についてなのですが、一部の生徒たちが反発し公園を占拠してデモを始めたとか。事前に準備していた舞台では阻止が難しいようで。はあ、でしたらバルキューレ警備局に連絡を。あ、了解です。バルキューレ士官学校だっけ名前。ごめん、ちょっと聞こえちゃったんだけど、何か問題でも起きた。 いえ、お気になさらず、よくあることですので。連邦生徒会長の失踪以降、こういったことは日常茶飯事です。 SRT 特殊部隊っていうのは、特殊部隊じゃない、特殊学園っていうのは、 SRT すなわちスペシャルリスポーレスレスポンスチーム、特別な応答隊、文字通り特殊な任務に対応するためのエリートたちの学園でした。でした。少し前、連邦生徒会長がいた頃まではですね。連邦生徒会長が作っていた別の学園って感じなのか。今となってはもう気にすることではありません。続きましょうか。この文書については公文書規定第12条3項に、くど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 、ぶつくさぶつくさ、それからしばらくして。かけた先生、あゆむさん、あの行政官、はい、また何か問題が。それが、おお、強いんだ。デモの制圧に向かった警備局の生徒たちが逆に制圧されてしまったとかで。デモを起こしたのは一部の生徒なのですよね。はい、数としては小隊一つ分みたいなのですが、やはり SRT ですし、下記が相当強力なこともあって、警備局だけでは。シャーレ出動か、つっても主人公に武力はないけどね。参りましたね。大ごとにしたくないのですが。仕方ありません。バリキューレ警察学校の公安局に連絡を。対テロ業務に特化した彼女たちなら、いくら相手が SRT のエリートでも対処できるでしょう。防衛室の方には連絡しておきます。さっき頼んだのが防衛局。ちょっと戻るね。バルキューレ警備局に連絡をしたけど、向かった人が帰り討ちになりましたと。で、あれ、さっき公安局に連絡したって言ってなかった？一緒じゃね、結局。何が違うんだ？バルキューレの警備局。バルキューレの警備局ってとこに電話をして、今回は警備局じゃなくて公安局か。はんはんはん。公安の方がちょっと強いのかな。あまり位置づけがわからんな。警備よりもちょっと上なのかな。私に手伝うことはある。いえ、お気遣いなく。これはあくまでも連邦生徒会の問題ですので。あ、そうなんだ。まず先生に処理していただきたいのは目の前の書類です。まさかとは思いますが。そうすれば書類作業から逃げられそうなどとお考えではありませんよね。まあ、まさか
さて、書類作業頑張ろう。楽しいな。それでは引き続きやりましょうか。こちらのように、夏印の修正時にはこうではなく、二重線引いてから横にやる。それか3センチずれてるなら3センチずれてる方に二重線やって本来の場所にやる。どうする？どっちでもいいよ。どっちからと思う？ん？アイムさん大丈夫そう？行政官。まさかとは思いますが。はい、公安局の生徒もみな。あー、強いんだ。あれだよね。そういう人食いウサギみたいなのっていろんな作品で出てくるよね。題材になってるものが同じなのかわかんないけどさ、まあウサギ、カルバノグだったっけ、カルバノグのウサギが題材になってるかわかんないけど、僕リゼロでも見たことあるな。主人公がループするからさ、簡単に死なされるんだけど、死なされるってか死んじゃうんだけど、作品上あれでも人食いウサギ出てきたな。なんかウサギだからといって舐めてかかると大体返り討ちになるみたいな、結構作品多くね。まあ、今回舐めてないんだけどさ。報告によると公園に近づくこともできないまま大量の狙撃とトラップによって部隊が壊滅したと。えぐ。クロノススクールの記者たちも現場に来てしまい、中継によって現状が加熱しているみたいで、クロノススクールはあれだよね、エデン条約の時も取材に来てた人たちだよね。このままですと問題がどんどん大きく。まったく、どうしてこう次から次へと。ブチギレ。林先輩、こういう時こそシャーレの先生に助けてもらうというのは。先生の指揮能力はもちろん、各学校からすぐに精鋭を動員してもらうことも可能ですし、超法規的機関だから他の学校からの人を採用するっていう能力もあるんだよね。それがあるから、まあガチャというシステムがあって人を呼ぶことができるっていう設定だもんね。あれは人に依頼を送ってるのかな、一応。アロナちゃんが契約書みたいなのをバーン叩きつけてくるけど、あれは募集してる感じなのかな。依頼をかけて人が、その依頼に対して人が助けに来てくれるか否かみたいな感じなのかな。どういう設定なんだろうね、ガチャはね。もうチュートリアルで言ってた気がするけど忘れちゃった。バルキューレで太刀打ちできない以上、もう手段はそれくらいしか。リンさん、行きますよ。書類仕事をしなくてよくなるし。先生、少々問題がありまして、本来なら私たちだけで片付けておきたいところですが、お願いできますでしょうか。よし、来た。はい、一旦この書類についてはお気になさらず、私が何とかしておきますので。およそ状況はつかめてるかと思いますが、一部の SRT の生徒たちがデモを起こしています。彼女たちを止めてきてください。だ、今回の場合はそこを説得する必要があるんやな。今まではその助けてって依頼がそっち側から来てたイメージがあるけど、今回連邦生徒会側から SRT を何とかしてくれっていう依頼だから、 SRT 側についちゃまずいよな。招待一つとのことでさほど人数が多いとは思いませんが、 SRT の重火器は相当強力ですので、お気をつけいただければと。現場にはバルキューレの生徒たちもいますので、サポートしてくれるはずです。それではご分を。おい、やりますか。招かれざる客。まさかの敵側だったと思わなかった。 SRT 側をどうにかするんやと思ってた。ん？あ、逆か、 SRT 側についてなんとかするんやと思ってた。戦闘あるね。さて、行きますか、ひとまず。おお、ノア、銃弾。ここ間違いなく死角だよな。どこから飛んでくるんだ。それは困るな。あ、さっきさん、この人見たことある。この人、メモリアルロビー見ちゃったな。なんかCM で流れてきたのかな。なんでだ？銃の整備してる動画が流れてんだよな。多分この子のメモリアルロビー、そんな感じの映像だった気がする。なんかで、ね、見たことあるな。なんでだろう。甘いな。サーマルカメラも知らないのか。隠れても無駄だってのに。もえ、足止め完了。早く爆撃を。さっき、あ、この人はさっきか。もえ、もえさんっていうのがいる。座標、ビクターキロ。ビクターキロ ?4045。どういうあれなんだ、単位なんだ。
なんかああいうのって横と縦とで見るよね。 V と K、 縦が V で横が K のランプって意味なのかな、この言い方。やれ、あ、この人が萌えか。この人はガチャで持ってる。なんかこの人はなんかサポート枠なんだけど、あの結構広範囲になんかヘリとかを使ってなんかミサイルみたいのをドーン落とすみたいな技で、なんか炎上ダメージみたいのを与えるから、なんかイベントによってはそれがすごいダメージ入るステージがあるのよ。でそこで使えるって話になって急いで育った記憶がある。クヒヒ、待ちくたびれたよ。どういうキャラなんだ。ちょっとエッチな目してるよね。ドローンだ。もうすぐこっちに来る。逃げろ。バルキューレー士官学校の生徒のモブさん、いいな。あ、カンナさん、ここで出てくるんだ。へへへ。カンナさんはね、僕が始めた直後ぐらいに実装された人だったね。これが確か温泉開発部の人とダブルピックアップだったと思う。あのゲヘナに温泉開発部がいるんだけど、あの髪の毛が赤い人がいるのね。でそれの人と一緒にピックアップされて、まあ、工場キャラだから引かなかったんだけど、キャラデザめっちゃいいなと思った。カンナさんここで出てくるんですね。今の爆発はなんだ。あ、ギザバだ。しかもアルファ部隊、分隊だ。アルファ分隊、応答しろ。ご覧いただけますでしょうか。出た、シノンさん。公安局、防戦一方です。警備局に続き、公安局までやられてしまいそうです。もうバルキューレで動ける部隊といえば、生活安全局ぐらいでしょうか。デモを行っているのは SRT 特集学園の生徒とのことでしたが、それでも圧倒的なまでに押されてしまっています。果たしてこの後どうなっていくのでしょうか。そうですね、何かバルキューレ側に秘策はあるのでしょうか。いやー、もううるさい。誰の許可で撮影してる。さっさとカメラを止めろ。おっと、まずいですね。怒られる前に距離を取るとしましょうか。距離取るだけかい。邪魔をするな、早くどけ。くそ、クロノスか、相変わらずうるさい。とはいえ確かにもう人員が、生活安全局のバカどもは使えないし、なんだかすごい状況だね。なんだ貴様は。見てわからないのか、戦闘中だ。部外者さっさと出ていけ。あれじゃない、先生って首からなんか下げてるじゃん。下げてるとか、みんな下げてるんだけど、あの確かシャーレのメンバーみんな首からなんか下げてるよね。それ見せればいいんじゃん。あ、紹介状があんのか。これは行政官の紹介状。防衛室の代わりにシャーレだと。これは大変失礼いたしました。実際にお会いするのは初めてかと。うん、初めてだと思います。全然いいと思います。あの制服みたいなの着てないんかな。僕のイメージだとシャーレの服を前開いてさ着てるイメージなんだよね。確かあの便利屋68の漫画があって、それだとあのメガネかけてる先生が確か出てたと思うんだよね。漫画版みたいなのがあってさ、便利屋68のサイドストーリーみたいな。それだとなんかメガネかけてなんかすごいタバコ吸ってそうな感じ、ちょっとダウナーな先生なんだけど、僕のイメージはもっと快活なイメージだけど、なんか黒ワイシャツに前空いてるなんかシャーレの上着みたいなのを羽織ってるイメージだね。うん、僕は自分のイラストであのプレイヤーのキャラクターを佐々木というあの僕のプレイヤーネームなんですけど、あの僕活動者ムービンなんですけど、あのだいたい人間のキャラを置き換えるときにあの佐々木って名乗るんですけど、あの佐々木で絵を描いたりしてますけれども、はい、そんなの登場させたり実はしてたりするんですけど、あのイメージとしては結構快活なイメージあるよね、この主人公ね。あ、そんなことはどうでもいいです。やっていきましょう。今回の作戦において現場の責任者を担当しています、バルキューレ警察学校の公安局、カンナです。うん、はじめまして。状況はどんな感じ。そうですね、見ての通りと言いますか、兵力はほとんど残っておらず、士気も底をついています。当初は勝つで制圧するつもりでしたが、 SRT の火力はデタラメで、もう残りの人員も、あ、出た、安全局の桐野さん。この人ぐらいなんだよな、バルキューレの
生徒さん僕がイメージあんのって。でも生活安全局だもんね。カンナさんは最近、その最近つっても僕この動画上がるのだいぶ後だと思うんだけど、僕がこのブラガというゲームを初めてプレイした時に実装されたのがカンナさんで、それ以外はもう全然イメージつかないね。キリノさんぐらいしか、あのバルキューレはね。お待たせしました、生活安全局のキリノです。もう今すぐ出動してもいいですか。あ、ふぶきさんもそうか。そっか、ふぶきさんは確かバレンタインイベントと抱き合わせみたいな感じで出てきたんだよね。あの復刻のバレンタインイベントがあったんですよ。多分僕一回動画作ってあげてるんだけど、あのその時にね、ふぶきさんいたな。あれ配布キャラだったっけな、ふぶきさんって。確か配布かな、だから持ってはいると思うけど、記憶が曖昧だなごめんなさい、記憶がだいぶ曖昧だ。もう終わってるっぽくない？これもはや私たちの出番じゃないでしょ、この生活安全局だけですあ、先生奇遇ですね、バルキューレの支援に来てくださったのですか。ここは面識があるのかな、バルキューレ士官が。ここはどういう面識だろうな、何かであったっけ、エデン条約編でちょっとあったっけな。吹雪さんは初対面だと思うんだよな。でもイベントがどの時間軸にあったかによるかな、あのこの吹雪さんのイベント。こんな現場に来るなんて相変わらず大変だね。ちょっとふざけて読むか。先生の指揮さえあればもう作戦は成功したも同然ですね。さあこのまま放っておくわけにはいきません、早速出動しましょう。待て、学研に動くな、お前らが出てん出て行って何になる。警備局も公安局もほとんどやられたんだぞ、お前たちが相手になると思ってるのか。そもそもろくな武器だって持っていないだろうな、何を根拠に勝てると。自分の腕前くらい分かっているものだと思ったのだがな。ですが市民の方々も怖がっていますし、このまま見ているだけというわけには。意欲は買おう、しかし気合だけではどうにもならない、我々が他の方法を見つけるまでとにかくここで待機している。ははい、ラッキー、まあ言ってることはその通りだしね。ここを占拠している生徒たちについて何か情報とかある？はい、 SRT 特殊学園の所属1年生チームラビット招待です。本来なら SRT の並行によってバルキューレ警備局に転校する予定だったのですが、あ、転校予定だったんだ。 SRT 特殊学園はなんか生徒会長いなくなっちゃったことによって並行する意向になったみたいなことを言ってたよね、あのさっきのストーリーだと。何があったのか、急にこうして公園を占拠、並行を取り消せとデモを行い始めたという経緯です。数は少ないものの、その装備は最先端のものです。主にそれが理由でここまで手こずってしまい。なるほど、見てもいい範囲で他に詳細な情報とかある。優秀そうだなこの人この先生優秀そうやな、やたら。一応連邦生徒会から提供された各生徒の資料なら。ああ、顔ならあれを見た方が早いかもしれません。不本意ですがクロノスの中継ドローンが中に入っているようなので。見れそう。おお、すげえ選挙してる。うん、おい何見てるんだ。 MA 読み方なんだろうねこれ。マンタッツかな読み方。携帯式防空ミサイルシステム、マンタッツかな読み方。でも食らいたいのか。くひひ、まあそこまで神経質になるなって。もうどうせもう選挙は覆らない、今更取られたって何の問題もないでしょ。どうせなら連邦生徒会の愚かさについて宣伝の前に口がついてるのはなんだこれなんて読むのこれ。宣伝でいいの、宣伝でもしてあげたらいいじゃん。ってわけで連邦生徒会見てる？お前らの考えが間違いだったってそろそろ分かったんじゃないか。私たちがここにいる限り SRT 特殊学園は終わらない。宮子さん、さっきも余計な挑発は慎んでください。私たちに必要なのは戦闘を通じて交渉に有利な立場を手に入れること、それ以外に何かを今行う必要はありません。この人がリーダー枠なのか。つまんないな、宮子はいつも真面目なんだから。ドローンの駆動、耳障りだな。
そろそろ消し飛ばすとしよう。この人は戦闘狂やな、ある種。弾薬も結構余ってるし、テストも兼ねて何発かババッと撃ってみるか。さっき何か面白そうなこと考えてるじゃん。やっちゃう？ど派手にやっちゃう？怖いって、この人。どうせなら弾薬全部使って打ち上げ花火みたいにしない？いや、綺麗だろうな。はは。それはいいんだけど、何か忘れてるような気が。何この子？どんな声？あれかな？日和さんっぽく、日和さんっぽいイメージかな？僕の中では。まずそもそも日和さんの声も分かってないまま、あれ声当ててるんだけどね。もしかしてそれ私のこと？爆撃の、爆撃私のいるところは巻き込まないでね。あ。分かってる。忘れたわけじゃないから心配するな。そっか。ところで私、もう帰っていいかな。相手もいなくなったし。なんだかこの辺り湿っぽいし、虫も多いし。なんだかその一人じゃ怖くって。結構あれだな。情けないようなキャラクター出てきたな。みゆ、SRT のエリートがたかが虫のせいで泣き言言うな。いつまでもそんなことを言うなら、今からでもバルキューレに行けばいいだろう。不快なことも少ない毎日で、安穏と交通整理でもしてればいい。それはその。それよりみゆ、ドローンは見えているな。高度が測定できたら教えてくれ。すぐに追撃する。了解。少し待ってて。さっき待ってください。不要な射撃は推奨しません。今は補給も期待できない状況なので、周囲を警戒しつつ。うるさい。どうしてお前が私に命令する？あ、ここ別にリーダーってわけじゃないのか。ま、もともと全員同じ1年だしね。連邦生徒会もいないし、会長か。連邦生徒会長もいないし、しがらみもなくなったことだし、確かにもう命令聞く必要もないかな。ですが。さきちゃん、座標確認したよ。高度 900m、距離 2500m、方位030。よし。ここは仲いいのかな？さきちゃん呼びだもんね。ターゲットロックオン。萌え、発射は任せた。いやー、こういう瞬間興奮するね。声当てんのむずい。どういう感じなんだろう。さーて、ファイヤー。難しいね。パーソナリティが読めないとちょっと見た目で判断するしかないね。大丈夫？バリキューレ。中継ドローンロストしました。バルキューレのものじゃないとは分かっているだろうに、それでも攻撃するのか。雑な奴らだな。どうしてあんな奴らが SRT に入学してきたんだ。元気な子たちだね。元気な子たちで済ませるな。ご冗談を。バカの間違いでしょ。カンナさんは何年生なの？カンナさんはどの枠なんだ？先生なの？君は。何歳なんだろう、カンナさん。なんか、この服着てる人ってだいぶ上の指導官っぽいよね。でもそういうこと考えたら別に沙織さんもアリウスでリーダー枠で周りの指揮を取ってた人だから別に大人びてるけど、成人とは限らないのか。まあ、この世界で何歳を成人と指すのか知らないけどな。でもみんな学生じゃん、一応。一応ブルーアーカイブ青春の物語ってしてるからみんな学生の範疇に収めてるけどさ、カンナさんは何歳なんだろう。単なるバカなのは私も、やたらと力を持ったバカです。会話もしにくく、厄介なことこの上ない。こうなったら、各自治区の風紀委員会に支援を要請した方が。まず、ゲヘナの風紀委員会に連絡を。任せて、多分大丈夫。なんとかなるかも。なんとかなるかもなの？はい。動ける人数が5人にも満たないこの状況で。キリノ、吹雪行こう。ラビット招待のみんなを止めに行こう。マジ？は、はい？はい？冗談でしょ？相手は SRT だよ。ほう。すみませんが、先生。彼女たちは基本的に戦闘員ではなく、平和ボケした生活安全局の所属です。警備局でも、公安局でも、太刀打ちできなかったんです。彼女たちだけで制圧ができるとお思いですか？先生の噂は聞いていますが、こんな寄せ集めでは。エリートとそうでない生徒の間には到底埋められない隙間があるんですよ。
私からしたらみんな生徒に変わりはないよ。ではお手並み拝見ですわな。そうですか。責任はシャーレが負うということですし、まあ無理には飛べませんが。まだ戦闘可能な者たちに次ぐ、これよりシャーレの先生の指示に従い、生活安全局の生徒をサポートせよ。ちょっと待った、マジで、マジで言ってる？嘘でしょ、絶対すぐやられるって、先生正気？正気正気、大丈夫、きっとできるよ。ウーキ大丈夫です。ムービン先生の指揮があるならなんとかなります。多分なんとかしちゃうんだろうな、この先生マジで。そもそも市民の安全を守るため、この状況を放っておくわけにはいきません。あーもう計算が狂った。こんなことなら仮病でも使っておけば。まあまあ、これで作戦を成功させたら特別休暇とかもらえるかもしれませんし。それに、警備局への転嫁のチャンスだっていただけるかもしれません。あ、警備局行きたいんだ。生活安全局はちょっとやっぱり、パッとしないのかな。なんだろうね、市民のためではあるけど、もっとあのでかい事件に行きたいと思ってるのかな、キリノさんは。後者ならどうでもいいけど、まあ仕方ない。ちょっとだけ試しにやってみようか。生活安全局出動します。さてメンバーは2人だけ。使ったことねえから、この2人のスキルも知らない。僕は迅速に制圧します。前回の桃トークからね、少しだけね、音量、BGM 音量を下げましたね。あの、ボイスと BGM の差が近いとね、キャラクターの声が聞きづらくなって、BGM をガクッと下げるとさ、なんていうの、声もちっちゃくなっちゃうから、声は最大なんだけど、BGM の割合は下げました。で、キリノさんは、円範囲の敵に対し攻撃力 540% ダメージ、煙幕が出現して 30% 命中率低下だ。なるほどね。で、純粋に自分の攻撃力を増加。おもろいな君。ちょっとオートにしよう。そう、ドーナツ組んでんねこの子。いや休むな休むな。戦えて。ドーナツ食うのはいいよ別に。そのまま寝転ぶのはどうなん。バルキューレのモブっ子たちかわいいな。めっちゃ来てくれる。いいね。なんか、あれだよね。エデン条約編からその自分たちが指揮するパーティーメンバー以外のメンバーが戦闘に介入してくれる演出多くなったよね。あ、ミヤコさんとミュウさんいる。奥にミュウさん。ミュウさんミュウさんだよね。なんか、ゴミ箱に入んなかった今。演出か？そういうスキルなのかな？なんだろう。潜伏兵みたいなポジションなのかな、この子って。あ、ゴミ箱入った。それはもう潜伏じゃなくてゴミ箱呼び出してるやなきゃ。あ、上から撃ってきてる。あれ多分なんだっけ、名前出てこなかった。萌えさんか。萌えさんの技やな。名前が覚えられん、おじいちゃんだから。みやこさん、みゆさん、萌えさん、あともう一人、あのちょっとボーイッシュな感じの子だな。なんだっけ。みゆさん、あ、さきさんだ。覚えられないって、まだ初めだから。ん、どうしたの、何か問題でもあった？なんかまた兵が出てきた。もう誰も残ってないと思ったけど、まさかとは思うけど、生活安全局。じゃあ雑魚じゃん、聞いて損した。それくらいだったらみゆが適当に処理してくれるでしょ。そうなんだけど、なんか気になるっていうか。まあ心配しすぎか。制圧されてるね。暗い、怖い、早く学校に帰りたい。もう学校閉鎖されたんだった、私が帰れる場所は。こうなったら今さらもうバルキューレにも、このまま私は寂しく忘れ去られていくんだろうな。どういうこと。なんで急にネガティブになってんの。つうか、君あれなの、この葉っぱたちは標準なの。クソついとるけど。払ってあげて。私たちいつまでこうやって。ん？煙幕弾？キャー！どこから？だって相手はもう、連絡も何もなかったのに、とにかく状況の報告を。ん？サキさん？誰ですか？ほら私だよ、私ラビット招待の
ラビット招待、え、サキちゃん、そうそう、なんか間違って煙幕弾が爆発してたみたいだから様子を見に来たって感じ。え、でもサキちゃん、さっき持ち場から絶対離れるなって言ってたような。それに声が、あー、ちょっと煙吸ったせいでゲホゲホ。まあとにかく大丈夫だよ、だから銃は一旦置いとこ。怪しい、口調も声もサキちゃんとは全然。こういう時こそ合言葉を。クローバー、え、サキちゃんはちゃんと知ってるでしょ。クローバーって言ったらなんて返すの。幸運。答えられなかったらすぐに撃ちます。クローバー、え、え、何か言った？この辺雑音が多くてよく聞こえなくてさ。ところでこの言葉に対する答えちゃんと知ってるよね。え、そ、そんな、え、なんで入れ替わってんだ。煙幕がバーってやってる音とかも変になってんのかな。だからすぐにクローバーって返されて、え、え、な、え、私が聞いたんだけど、え、ってなりつつ、なんかそのこっち側に会話の主導権を持ったのかな。に、人参、うん、なるほどね、了解。え、あ、あ、心理戦で追い込まれると弱いかも。先生の言う通りだったね。分析したんだ。あの、なんつうの、あの生徒のパーソナリティデータを見て、相手がどんな人か、どういう思考を持つかっていうのを、あの前もって共有しといたんだ、この生徒たちに。合言葉教えてくれてありがとう。じゃあね、ウサギの狙撃手さん。だ、騙された。ふえーみたいな。かわいいな、この子。なんだ、今の銃声近くないか。まさか、ミユがやられた。まさか、生活安全局でしょ。装備とかの面も含めて、ミユがやられるレベルじゃないよ。それはそうだろうけど、ミュウとの連絡が取れない。制圧できそうだな。行ってくる。萌え、支援は頼んだ。いや、支援も何も、もう弾薬残ってないけど。は、どうして。うわ、使っちゃった。最悪の展開や。やめろって言ってたのに。さっき言ったじゃん、ド派手に全部使ってって。ドローン追撃するときに全部パーッとね。はあ、お前嘘だろ。後のことなんて考えなしに全部一回につぎ込む。その花火はそりゃ美しいよね、興奮する。はは、変態だ。本当に文字通り全部使うやつがいるか、バカ。後のこと考える必要があるだろ、今は。この状況で弾薬がゼロって、あとはどうしたら。終わった、ラビット招待。今の爆発は、みやこさん、みやこさんが指揮取ってるはずだったのに、命令無視しちゃうから、この二人が。さっき、萌え、どういう状況ですか、報告を。萌えとは連絡つかないよな。応答がない、奇襲されましたか。ですから警戒をと言ったのですが。仕方ありません、まずは拠点を移して応戦を。おお、来た来た、止まってください。先生の言った通り、ここでしたか、動かないように。市民の皆さんが使う公園を占拠、そして違法な武器を用いてのデモ。申し訳ありませんが、拘束させていただきます。本館の指示に従い、手を挙げて投降してください。おお、何も喋らないね。面倒なことになりましたね、もうここまで来ていたとは。武装は牽制拳銃だけ、おそらく初弾は回避できるはず。動かないでください、本当に撃ちますよ。言いなりにはなりません。は、発砲します。ん、銃口の向きは見えていたのに。回避される前提で直前までわざと違う方向を。うまいじゃん、めちゃ銃の扱いに長けてるじゃん。偏差撃ちしたってことでしょ。油断したのは私もでしたか。制圧したんご。め、命中しました。もしかして本館もついに射撃能力が向上したのでしょうか。やはり努力は実を結ぶもの。
そして正義もまたいつだって勝利するものということですね。え、何？偏差打ちはどうしたの？本人が打ったわけじゃないってこと？信じられません。まさか本当に生活安全局の制度だけで SRT を制圧するとは。二人とも頑張ってくれたからね。なるほど、これがムービン先生の力。その上に姿勢も謙虚とくるとは。ここであれだね、ちゃんと先生の指揮能力が高いことがちゃんとストーリー上で説明されとるね。なんつうの、今までさ、なんかすげえだったじゃん。けど前もって生徒の情報を読みました。な、生徒の計画性とか行動を分析して、相手ならこう出てくるだろうなと、で人のパーソナリティ的にこういう作戦を打てば情報喋っちゃうだろうなとか、どういうところに奇襲の穴があるかみたいな、そういうのを分析して生徒たちをちゃんと指示してるっていうのが初めて現れたね、ボリューム4で。いや、もう後半やけど、メインストーリーとしてはだいぶ後半やけど、ここ、生徒たちの噂をまた本当だったということですね。バルキューレ警察学校を代表して感謝いたします。真面目やな君も。めっちゃ真面目やん。見ましたか先生、私の完璧な射撃。まさに警備局の皆さんのような鮮やかな一撃でした。いやー、あんな古い手法がまだ通じるとはね。まあ先生の作戦ありきとはいえうまくできたみたいで何より。これはもう20日分ぐらい特別休暇もらえるんじゃないかな。はあ、なんだこれ。主君、貴様らの主君は認めよう。しかしそれは私のような立場に決められるようなことではない。もっと上層部の方々の幹部管轄だ。ご苦労だった。報酬については来月の賞罰の発表で待つように。賞罰っていうな。なんだ、すぐにもらえるわけじゃないのか。がっかりだよ。ですが来月なんてもうすぐです。もしかしたら本当に警備局に。いや、私そっちいらない。むしろ断る。あんな頭の悪そうな奴らに私たちが。お前が言うな。弾薬を一気に使い果たすなんて相当頭の悪い行動したくせに。何を言ってるのさ、一瞬の瞬き、ん？輝きだった。輝きよりも大事なものなんてないっての。もう終わりなんだ。 SRT もラビット招待も私も全部割れて、寂しく消える運命なんだ。宮子さん、はじめまして。 SRT 特殊学園の生徒たちだよね。お前と話すことなんて一つもない。何、冷やかし？それともバカにしに来たの？あなたがあの生活安全局を指揮した大人ですか？うん、そうだよ。そうですか。あなたがあの多くの生徒たちの悩みを解決し、生徒たちから信頼されている超法規的捜査権を持ったシャーレの先生。先生、私たちはあなたのような大人が一番嫌いです。地獄に落ちろ。クソ嫌われとる。めっちゃ面白いね君たち。もう二度と会わないだろうね。元気だ。クソメンタル強い君。気にすることはありません。魔化されたことでイライラしてるんでしょ。あの子たちはこれからどうなるの？まずは取り調べです。普段ならその後バルキューレが処罰を決める流れなのですが、ある程度連邦生徒会が変わりましたので、おそらくそうはなりませんね。防衛室長が処遇を決めることになるかと。防衛室長って誰だ？もしかして桃井さん？桃井さんじゃねえや、桃香さん。桃香さんって防衛室長なの？あの行政官しか役職知らん。あの名前出てこねえって。あのメガネの人ぐらいしか、行政官しかポジションわかんないな。他なんかどのポジションにある人かわかんないな。あのエデン条約編ではなんかみんなずらって並んでたけどね。あのキャラデザみんな映ってて、ああこれが連邦生徒会なんやって思ったけど、あの各役職は知らんな正直。ではひとまずお疲れ様でした。お疲れ様です。ムービンです。おい、あっけなく終わったけどね。多分まだまだあるんだと思うけど、それぞれの事情、まあ、聞いていきたいよね。今40分ぐらい、2話で40分なの。エグ5話ずつぐらいやりたいんだけど個人的には。それぞれの事情読んでいきましょう。
はい、それぞれどんな事情があるんですか。取調記録 977R1 担当バリキューレ警察学校3年なんだ。尾形環奈、空井咲さん、みんな1年生だもんね。はい、録画してるね。名前は、名前を言え。とっくに知ってるだろ、聞く必要あるか。質問は許可していない。もう一度聞く、名前は。空井咲だ。所属は、 SRT 特殊学園ラビット招待所属だった。お前たちが勝手に閉鎖するまではな。いい態度だな。自分の状況を理解しているのか。私がバルキューレ警察学校の狂犬と呼ばれていること、こちらこそ、そちらこそ知らないわけではないだろう。今さらそんな脅しが効くとでも思ってるのか。本当にそう考えてるならがっかりだ。 SRT での訓練には、捕虜になった時のことも想定された内容が組まれている。機密の取り扱いも少なくはない。たとえお前が何をしようと、何かを聞き出せると思ったら大間違いだ。拷問に耐えうる流れがあったってこと。拷問とかに屈しないっていう訓練があったってこと。連邦生徒会からの資料も読んだ。どうやら SRT の中でも相当優秀な成績を収めていたようだな。筆記試験はほぼ満点。演習における実技もほぼ問題ない。学校でも校則違反一つ犯していない。間違いなく優等生だ。そんな貴様がなぜバルキューレへの編入を拒み、デモなんてものを引き起こした。引き起こしてはないな、起こしたかな。バルキューレ警察学校と SRT 特殊学園とは違う。何か SRT 特殊学園に思い入れがあったってことなのか。答えになっていない。SRT 特殊学園では放課後でも厳格な規則の下で生活することになる。定時に起床して、寝具を整理して、一日の訓練と座学を行う。放課後だって寮の中で気を緩めず、訓練や整備をすることは求められる。その常在戦場の心構えが SRT が SRT たるゆえん。バルキューレ警察学校とは違う。学校としてはレベルが低いって思ってるんだ。編入を要求されてるけど、いや SRT 特殊学校はそれなりに威厳があって、今みたいな厳しい面があるから、そんなふわふわしてる、なんつうんだろう、ふわふわしてるってわけじゃないのかもしんないけど、バルキューレ警察学校っていうふわふわしてる、なんか警察のまがいものみたいな、なんて言うんだろうね、人を守る職においてそういうもののまがいものな学校だっていう認識があるのかな、さきさんには。もちろんまがいものじゃなくちゃんとやってんだろうと思うんだけど、ただその SRT の学校の厳しさに比べたら全然厳しくないから、そんなんじゃ甘いと、そんな学校に所属したくはないっていうことが さきさんの言い分なのかな。最も規律に厳しいと言われる公安局でさえも、放課後には私服で自由なことができるんだろう。市民に緊張感を与えないという理由があったとしても、私はそんな生き方はしない。のうのうと自由を与えられたバルキューレになるくらいなら、厳しい環境下でも SRT として誇りを持って生きる。バルキューレって犬って意味なの？これは当て字なのかな、単純に。バルキューレってさ、むしろ戦士だよね、確か。天使の戦士みたいなやつじゃなかったっけ、バルキューレって。で、SRT がスペシャル、なんだっけ、なんだったっけな、レスポンスドみたいな感じだったっけ。まあなんか役所言ってたよね。バルキューレは犬っていう風に認識していて、SRT は狼と認識してると。それが貴様の答えか。もう一つ聞こう。風倉、萌えさんのことか。交戦中、風倉が中継用のドローンを破壊した。あの時、意味もなく弾薬を浪費したはずだ。どうして止めなかった？貴様ほどの優等生だったら、ああいった防衛戦において弾薬がどれほど貴重なものか知っていたはずだろう。それも何か SRT なりの規律だったのか。おい、ちょっと出てるじゃねえか、おめえのパーソナリティが。なんだよ、
なんか SRT 誇りあるうんぬん言ってたのに、なんか訓練では弾薬の無駄打ちとかできなかったし、一回くらいはやってみたくて。もう崩れたやん。お前の鉄壁もう崩れたけど大丈夫そう。その待て待て、味を占めるな、味を占めるな、その演出に。エデン条約で見た、エデン条約の補修授業文とこで見た、味を占めるな、その名前を表示する演出の面白さに。ギノさんが尋問してるんだ。風倉萌さん、うん、ていうかそろそろ聞いておきたいんだけど、これ何時間くらいやるの？早めに終わらせてくんないかな。予備の飴も少なくなってきたし。何、君飴舐めてないとダメなの？ そうはいきません。この状況で飴の話をしてる場合ですか？そういった態度でしたら、もう残った飴も没収してしまいますよ。めんどくさいな。風倉さん、単刀直入にお聞きします。どうしてあの時公園を占拠したのですか？どうしてバルキューレの呼びかけに応じなかったのですか？最初から武器を捨てて素直に投降していたら、事態はここまで大きくならなかったはずです。萌えさんはどういう気持ちなんだろう。さっきのサキさんみたいな厳格な人ではちょっとなさそうなタイプだと思うんだよな。弾薬パーって使っちゃうし、 SRT から出て行きたくなかったから なるほど。確かに本官も突然バルキューレ警察学校から出て行けと言われたら悩んでしまいます。苦楽を共にした仲間との思い出、それを簡単に捨て去ることなどできません。承知しました。その点については情状酌量の。いや、それは別にどうでもいいんだけど。どうでもいいんだ。むしろあのラビット招待とはさっさとお別れしたいところだよ。あ、そうなの？先は毎日小言ばっかだし、ミーはすぐ泣くし。ではどうして SRT を離れたくないと？ああ、武器マニアみたいな感じなのか。そこに性癖が刺さってるんだね。バルキューレは武器を使うタイプの学校じゃないのか。あくまで警察学校みたいなポジションながら、あれやな、イメージとしては警察と自衛隊みたいな感じか。なんとなくイメージができたと思う。あの SRT は自衛隊で、あのバルキューレ警察学校は警察のイメージだ。そうなると警察側ってそんなに兵器を取り扱わないけど、自衛隊は戦車とか、あのそれなりの武器の訓練もするのよな。だからそこがちょっとレベル感違うよね。警察も別に発砲練習はすると思うけど、あくまであの携帯できる拳銃の域に収まるやん。戦車の操縦なんてやんないから。自衛隊はそういうのをするから、そういう意味だとバルキューレに行っちゃうと、武器が好きなのに武器扱えないから、なんか微妙みたいなことかな、この人は。一応あるんだ。武器でしたらバルキューレ警察学校にもいろいろとありますが。いやいやいや、バルキューレなんかとはレベルが違うんだって。区画一つ丸ごと焼き尽くせるようなミサイルとか、戦車の装甲をものともしない弾薬とか、あんなに強力な火力が好きなだけ振り回せるのは SRT 特殊学園だけでしょ。いえ、SR 特殊学園でも好きなだけはダメですよ。そういえばこの方、いつか無差別乱射で商店街を半壊にさせたとか。やべえやつだった、予想以上に。SRT もまたバルキューレと同じで、本来は市民の安全を守るための組織じゃないんですか。それなのに武器が一番大事とは。風倉さんはまさか市民の安全はどうでもいいとおっしゃるのですか。うん。クソおもろいやつ出てきちゃった。頭抱えてそう、桐野さん、風倉萌さん、ででんっつって不適格。まあ、さきさんは分かったわ。残りはどうなんだ。でもさきさんな、さきさんみたいなパターンはあのリーダーポジションの人ありそうだけどね。みゆさんはなんでだ、名前が全然出てこない。さきさん、萌えさん、みゆさん、出てこねえ、あの子、みやこさんだっけ。みやこさんがどういう動機なのかちょっと気になるね。名前は、かすみ、あ、またかすみ沢だったっけ。あの、さっきルビがあったと思うんだけど、ちょっと見逃しちゃった。かすみ沢みゆです。SRT 特殊学園の1年生で、ラビット招待では狙撃手を担当しています。
15歳で誕生日は7月17、趣味は小石探しです。いや、そこまでは別にいらないけど。私これからどうなるんでしょうか。もしかして恐ろしい拷問とか、一日中同じ曲を聴かされるですとか、一晩中くすぐられるとか、お願いです、許してください。知ってることは全部言いますので。いや、それも別にしないし。言ってくれるんだったら、まず理由を説明してくれると助かるか、嬉しいかな。どうしてバルキューレの編入を拒否したのか、どうしてあの公園でデモを起こしたのか。編入はその、怖くって。怖いって、別にうちの学校不良とかほとんどいないと思うけど。いえ、その、そういった意味ではなくって。その、私、誰かと仲良くなるのが怖いんです。新しい人たちと関わっていくのが嫌ってこと。今のラビット招待でもそんなに仲がいいわけではありませんが、みやこちゃんとか時々面倒見てくれたりしてますし、でも新しいところに編入することになったら全部初めからになって、こんな影の薄い私になんて誰も話してかけてくれないでしょうし。それさ、ごめん、 SRT のクラス替えとかそういうのよくわからんけど、君たちが2年になったら同じこと発生するんじゃないんか。わからんけど。SRT がそのまま学校が継続したとして、SRT 特殊学園の1年生が2年に上がるときにさ、チーム替えとかさ、そういうのが発生したら同じことじゃないんか、君。そんなことになるくらいなら、一層のこと公園で野宿でもした方が。変な子だね。新しい人に会うのは怖い。はあ、忘れられるのが怖い。じゃあ新しい会うのは嫌じゃないの。会うことが怖いと言いますか、人から忘れられるのが怖いです。誰にも認識されなくなったら、そう考えるともう。この性格を直したくて SRT に入ったのに、学校が閉鎖だなんて、私どうすればいいんでしょうか。いや、バリキュールに編入してください。なるほどね、なるほど。なるほどか。じゃあうちの生活安全局にでも来たら、編入試験難しくないし、数もそれほど多くないし、多分忘れられるとかないんじゃないかな。面倒事も少ないし、人に会うこともそんなにない部署だから。そうなんですか。ほとんど誰とも会わずに静かに学校生活が。ほとんど誰ともは無理かな。生活安全局にはいろんな市民から苦情とか入ってくるし。あ、じゃあ無理です。いやいやいや、それ言ったら SRT も無理だろ。一緒だって。ちょっとミュウさんの動機だけ謎いの、ちょっと。いや、わからんくないけど、一緒だって。 R はラビットなのかな。あ、僕が担当してるんですね。みやこさんはリーダー格だと勝手に思ってるんだけど、違うんかな。あの時の、あ、嫌われてますね。みやこだよね、びっくりした。正直少し驚きました。まさか先生がいるとは。つまり取り調べの担当者が先生ということですよね。はい。まあ誰だって変えません。相手が誰であろうと答えは変わりませんから。何か聞きたいことがあればどうぞ。そこでの生活、何か不便なこととかない？そこ？最初から変な質問ですね。お気になさらず、仮にあったとしても捕虜の立場で何か言うつもりもありません。それともあれでしょうか、環境を改善する代わりに何か情報を引き出そうと、心変わりでもさせようとしているのでしたら諦めた方がいいです。仮に何を提案されても私たちの SRT への気持ちは変わりません。そっか、ところで質問なんだけど、都はバルキューレが嫌い？何か勘違いされているかもしれませんが、特段バルキューレが嫌いだったから転校を拒否したというわけではありません。嫌いなのは、嫌なのは SRT を去ることです。なるほど、その理由も聞いてもいいかな。 SRT にはそこにしかない正義があるからです。正義。改めて話すと難しい概念ではあります。でもさきさんに近しいのかな。そのバルキューレでは劣ってるってわけじゃないけど、その自分が大切にしてるポリシーの部分が欠如しているって認識なんだろうね。それはさきさんにやっぱ近しいような。あの、その正義がどういう意味かわかんないけど、そのさきさんが思ってるのは、その常に私生活までも
規律を守り厳しく当たっているのが SRT だったから、それが失われるバルキューレは興味がないっていうのがさっきさんでしょ。宮子さんはこの正義っていうのが何かだよね。しかし先生も正義について耳にする機会はあるでしょう。他の学園もそういった集団はあると聞きますが、ここバルキューレもまた生徒たちは自らの行動が正義だと信じているかと思います。しかし私にとって彼女たちの正義は本当の正義ではないと考えています。正義とは理にかなった正しい道理のこと。その道理は真理に基づくものです。であるなら相手は状況によって変わるものではありません。ほう。しかしキボトスにおける各所の治安組織は様々な利害関係の中にあります。その結果正義というものを自分たち独自に歪曲し続けてきました。しかし SRT 特殊学園だけは学園間の関係や利害の問題も左右されず、自らが信じる正義を実行していました。時と場所を選ばず、相手が誰であっても同じ基準で一つの正義を追求する組織。そんな SRT 特殊学園に私は憧れたのです。そういった屈強な正義。しかし SRT 特殊学園は閉鎖。私がもう少しうまくやっていれば、きちんと彼女たちの能力をうまく発揮できていれば。聞く限り宮子は十分頑張ってたと思うけど、ほとんど初対面の方にそう言われましても。先生からそんな褒め言葉を聞いたところで何にもなりません。先生はあの時短い時間で味方の長所を最大化し、私たちの弱みをついて戦況を変えました。それに比べて私は全然うまくできず、そこまで自分を責めなくてもいいんじゃないかな。話は変わるけど、何か必要なものとかない？欲しいものでも。他に話すことはありません。先ほどお伝えした通り不満もありませんし、強いて言うとすれば SRT 特殊学園の閉鎖命令を撤回していただきたいのですが、今すぐ私だけでどうにかするのはちょっと難しいかも。でしたら私たちは戦い続けます。SRT 特殊学園の復活のために。諦めない限り SRT の名前はなくなりませんので。仮に賞賛が薄いとしても。はい。なるほど。どういう感じなんだろうな。保留！ほーん。この精神を変えることができると考えてるのかな。なんだろう、先生から見た時にこの宮子さんの考え方はあくまで、なんだろう、周りの学校におけるそれぞれの正義に対して理解を示せれば編入を OK してくれるかもみたいなところで保留にしてんのかな。以上が今回の記録です。先生もお忙しい中ご協力いただいてしまいありがとうございました。おかげさまで手間が省けました。あの子たちはこれからどうなの。一定期間の拘禁の後、本来であれば再度バルキューレへの編入を進める手はずだったのですが、連邦生徒会からの要望が強いため、そちらで処罰が下されるでしょう。事件の被害が大きかったこともあり、重いものになりそうです。最悪の場合、どの学校にも編入できない状態に。SR 特殊学園の復活ってやっぱりありえないのかな。そもそも私としては彼女たちの要求を飲むこと自体が気に入らないのですが、それはさておき、 SRT 特殊学園の閉鎖は、連邦生徒会の決定です。少なくとも私のような存在がどうこう言えることではありませんし、超法規的権限を持つシャーレだとしてもこれを覆すのは難しいかと。じゃあ連邦生徒会の誰かに聞いてみるとか。それは私からは何とも。お誰だ？では私が代わりにお答えしましょうか。この声は。誰？あ、いたな、この人。かやさん。はじめましてですね、先生。これ、この人あれだね。映ってたね。エデン条約編のみんな並んでた時に。防衛室。はぁ、なるほど。防衛室っていう担当があるんだ。ってことは、やっぱそういう意味だと、治安をどうにかする担当室であってんのか君は。キボトス連邦生徒会所属防衛室のカヤと申します。 To be continue。 どこまでやろうかな。5話までやりて、別側面の事情。そうだね、なんで
それを閉じるかみたいな、なんで並行すんのっていう話が出てないからね。見ましょう、別側面の事情。5話までやりたい、できれば。はじめましてですね、先生。日ごとす連邦生徒会所属防衛室のカヤと申します。行政委員会における安全保障周りを担当しているものです。防衛室、行政委員会、行政委員会もよくわかんない。なるほど、あまりご存知ないようですね。林行政官からお話など聞いたことありませんでしたか？ないです。だってシャーレとしてなんかいろんな学校のさ問題ごと片付けるので手一杯だもん。なんかあんまり連邦生徒会みたいに扱ってくんないしさ、みんなも。僕は連邦生徒会直属の組織だと思ってたのにさ、なんかさ関わり薄いじゃん、なんか一緒仲間みたいな顔してるくせにさ、リンさんもさ、なんか書類は不備ブーブー言うしさ、なんか仲良くしてくんないんだよね、みんなね。若干怒ってるみたいな。まあ、リン行政官は口数少ないもですものね。では、ご挨拶を兼ねつつ、少しだけご説明しましょうか。キボトスの行政を担う連邦生徒会は、まず主な組織として行政委員会を持っています。ここが主要な業務を担当しており、財務室、調停室など計11個の区分、区分けか、区分けで構成されています。そしてこの行政官とは別に存在する組織が林行政官の管轄である特殊な統括室。行政委員会とは違う枠組みで統括室っていうのがあるのか。この統括室と11個の区分けからなる行政委員会2つを合わせたものが連邦生徒会。そう思っていただければおおよそ問題はないかと。統括室が独立してるイメージだね。私は防衛室を担当しています。キボトスの安全を脅かす勢力から生徒たちや市民を守る組織です。なるほど、説明ありがとう。大変そうな仕事だね。いえいえ、私はあくまで責任者的な立ち位置であくまで指示するだけですから、大変なのはここにいるカンナさんのように実動部隊の方です。まあ上も上で大変だと思うけどね。そういうの指示したりとか、あの管理しないといけないから、管理だけで一日が終わるのなんか気持ち悪いんだよな。大変だと思う、正直。管理職って大変だよね。確かに連邦生徒会長が失踪して以来、いろいろと不安要素が増えていくのではと思っていたのですが、それもシャーレがいろいろと担当してくださっていますから、おかげさまで私たちの負担もさほど増えていません。まあエデン条約のあれとか相当やばいからね、ある種もう事件も事件でしょ。全然連邦生徒会かまってくんないじゃんあれって思った、正直。あの何のバックアップもないじゃん。現場で学校を動かしてなんとかしたけどさ、現場調達指示なの何ほんと。シャーレ専用の武力組織とかいてくれ頼む。この場を借りて改めてお礼をさせてください。こちらこそ。ところで一つ聞きたいんだけど、バルキューエや SRT は防衛室の担当なのかな。あ、そうなんだ。バルキューレ警察学校についてはカヤさん配下なんだ。そうですね、バルキューレ警察学校については基本私たち防衛室の指示で動いているのですが、 SRT は、あ、別管理なの。 SRT 特殊学園は防衛室どころか行政生徒会の管理からも離れた特殊な、少々特殊な組織です。ほう、なんか図解とかしてくれへん。ご存知かとは思いますが、ここキポトスの各学園自治区は基本的に連邦生徒会の干渉をさほど受けません。そして各自治区には治安を担当する組織があります。ほう、そうだね、そうだね、うん、わかるわかる。例えばゲヘナ学園で問題を起こした生徒は連邦生徒会ではなくゲヘナの風紀委員会によって罰を受けますよね。そうだね。バルキューレは別ってこと？しかしそれ以外の場所、例えば DU もそうですが、そういった場所では犯罪は基本的にバルキューレの管轄となります。あー、 DU って地名だって聞いたね。あの確か過去の桃トーク実況をしたタイミングで、シロコさんのストーリーをやった時に、あのシロコさんがシャーレのところ付近までに出てきてくれてたっていうのがあって、DU っていう地域にシャーレのオフィスが建ってたり、この連邦生徒会が建ってたりするんだよね。だ DU っていうのはあの地名なんだけど、別に誰の管轄下でもなくて、あ、管轄下ではないっていうと嘘か、
なんかの学校が建っている地域じゃなくて、そこはあくまで、なんだろう、どこの学校にも所属していない未所属の地域って言ったらいいかな、っぽいんだよね、DU が。そういった場所ではバルキューレの管轄になってますってことか。ですが、その生徒が別の学園自治区に逃げたり、どこかの生徒会と結託したりすると、逮捕が難しくなってしまうのです。その場合ももちろんできる限りすぐに対応できるように動いてはきましたが、こういった後手の対応には限界がありました。ほう。そのために生まれたのが SRT 特殊学園。彼女たちは連邦生徒会長によって犯罪が発生した際にいつどこであっても即時の対応が許されています。あ、だから正義って言ってたのか。で、学校がどうこうじゃねえと。学校の管轄だからどうこうではなくて、何か犯罪を犯したらそれを悪とみなして徹底的に叩くみたいな感じか。その各学園内で起きた物事に対して介入ができる、どの学園にも属していない特殊部隊ってイメージなのかな、イメージするには。はい。そのため SRT 特殊学園の選抜は非常に厳しくエリート集団となっています。装備も規模と最高レベルです。これかっこいいな。今回のサムネこれか。でも主要人物誰も映ってね。そんなこと言っちゃいけない。待って、なんだこれ。ああ、若もさんここで関係してくんの。若もさんってプロローグで出てきていこう、全く出てきてないよね。あのイベントでは出てきてるけど。その結果の一つとして SRT 特殊学園の3年生部隊、通称フォックス小隊は、以前キボトスの長年の悩みの種だった最悪の狐若もを逮捕することに成功。それ以外にも次々と順調に成果を上げていったのです。連邦生徒会長が失踪するまでは、どこの所属でもない未所属みたいなポジションの人たちが何かした時に、まあ、徹底的に叩く。で、他の組織と他の学校となんか結託しても、あの介入すると、無理やり介入していくという、ちょっと法規、超法規的機関のシャーレじゃないけど、ちょっと特殊な権限を持った、人だったってことだね。連邦生徒会長がバックについてたから、それはあのちょっと権限レイヤーっつうのかな、上位権限を持ってるイメージだったのかな。でいなくなっちゃったから、それを後ろ盾する人がいなくなっちゃったから閉鎖になっちゃったよっていう流れかな。 SRT に関する責任の所在は宙に浮いてしまいました。そうなっては非常に危険な弾薬庫も同然。そんな SRT 特殊学園について責任を取ろうとする者は現れませんでした。あー、結構シビアだもんね。何かっていうとさ、若もさんみたいな問題児みたいなのがバンって出てきちゃった時に、例えばじゃあゲヘナの人と協力してますと、で風紀委員会が動いてます、だから風紀委員会に任せてくれって風紀委員が言ってるとして、それに対して無理やり介入して、いや若もっていう未所属のやつがいるから無理やりやりに行くんだって言った時に、お前何してんだよみたいな感じになるじゃん、風紀委員会とか。そうなった時に、でもあの連邦生徒会長がバックについてるってなれば、まああいつらの判断か仕方ねえってなるかもしれないけど、なんか変なやつが新たな代表としてついたところで、いや何こいつみたいになるじゃん。だからわざわざそんなやばい弾薬庫も同然つってるから、そんな火種になりそうなもんを補佐するようなポジションは誰もつきたがらないよねってことが、私たちとしてもどうにかしようとは思ったのですが、彼女たちのその最先端の装備ゆえに投入タイミングも扱いも難しく、 SRT 特殊学園は結果として身動きが取れなくなってしまったのです。それで閉鎖することに。これあれでしょ、シャーレの下につけてよ。だってないんだもん、こっちが便利に使える特殊部隊がさ。毎回ピンチな時に大人のカード使って、なんか知らんけどさ、なんか僕がガチャでゲットしてる人たちで編成組んで戦ってるじゃん。あそこ SRT 特殊部隊でよくない？あそこラビット招待でいいと思うんだよね、僕。いい専属のパーティー作ってよ。それだとなんかガチャゲーっぽくなくなっちゃうかもしんないけどさ。連邦生徒会長は帰ってこないと決まったわけではない。SRT は存続しておくべきだ。そういった意見も連邦生徒会の中にはありました。私もまたそのような意見を持つ一人です。ほう。
ですが自分たちの存続が脅かされているのではと気づいたのでしょうか。フォックス正体が動きを見せたのです。おお、若者さんを逮捕した正体ね。さっき言ってた最初に若者を逮捕した正体だね。何をしだしたの。今回ラビット正体だったよね。今問題を起こしたのは。はい、そうです。え逆効果じゃね。その選択は頭良くなくないか。どういう判断だ。先月のことですが、フォックス正体が突如として連邦生徒会を襲撃。ん？ん？え？若者さんを捕まえたレベルのすごい統率の取れてるメンバーなにもかかわらず、行動があまりにも 理論的ではないな。SRT 特殊部学園を閉鎖を進めようとしていたメンバーを攻撃し逃走しました。結果としてサンクトゥムタワーの一部施設が全焼、生徒会メンバーの数人が怪我を負い入院となった者もいます。行政官はその後 SRT 特殊学園に関する話し合いをさまざまな方向性で広げようとしましたが、続けてラビット正体もまた連邦生徒会に銃口を向けようとしました。先日の講演の件です。こうなったらもう連邦生徒会の各メンバーもきっと、なんかすごい頭悪いなんかでも彼らにとってはこれがデモだと思ってるのかな。なんかストライキじゃないけどそういうデモ行為だよって思ってんのかな。なんかそんな襲撃とかされちゃったり選挙とかしたらなおさらなんかこいつらやべえから閉鎖してバルキューレに編入させた方が良くないみたいな。なんか一箇所にまとめた方がいいし、なんかバルキューレに合体させたら、バルキューレって一応さ、さっきの話だとさ、なんかどこにも所属していない問題事が起きた時に、そこまで介入しない組織じゃん。あくまで未所属のところに対する安全局とかがあって、市民の安全を守るっていうミッションを背負ってる人たちじゃん。そっちの方が安全じゃんって思っちゃうよね。なんか SRT 特殊学園を残すよりは合体させてそのバルキューレ警察学校として手綱を握った方がよくねって思っちゃうよね。なんかフォックス部隊さんの行動が あまりなんかな謎だったな個人的には。ごめんね。なんか今までのストーリーでそういう引っかかったなんか行動を取った生徒はあんまりいなかったけど、でもあれなのかな、やっぱり不安になって動いちゃったのかな。まあそれはあれだよね、エデン条約編で例えばミカさんが魔女だ魔女だっつってた生徒と同じような感じで、なんか魔女だ魔女だっつって刺激したらミカさんがなんかしだすだろうみたいな脳を持っていない人たちがさ、ミカさんを煽ったわけじゃん。その結果、あ、私魔女なんだっつってさ、牢屋ぶっ壊してさ脱走したわけじゃんけど そこを刺激すると危ないよねっていう頭を持ってなかったっていう解釈なのかな。うん。ラビット正体はこのままですと薬石データを抹消され、どこの学園にも所属できないまま当てもなくさまようことになってしまうかもしれません。彼女たちは SRT 特殊学園の過酷な入学試験を通過した紛れもないエリートたち。その能力が無限に捨てられてしまうのはかなりの損失。また便利屋68みたいな人増えるって。アリウススクワットもそうだけどさ、また便利屋68枠になっちゃうじゃん。彼ら、彼女らか。よろしければぜひ、彼女たちを説得し、バルキューレ警察学校に編入するように進めていただけませんでしょうか。そこで、前向きな答えがもらえそうであれば、私の方でも学籍データを抹消しないように、急いで各位を説得することも可能かと思います。それは。説得が難しいことは承知しています。しかし説得の難易度っていうよりは、おお、そういうこと。生徒たちが望まない進路を強制することはできないよ。おお、顔がちょっと怖くなったぞ。なるほど、それはそれはそうですね。彼女たちもそれぞれ夢を抱いて SRT 特殊学園に入ったはず。その願いを無理にねじ曲げるのは確かに気が進みません。連邦生徒会長が戻ってきた時に何と言えばいいのかも分かりませんし、
本来であれば原則通りに連邦生徒会の名誉にかけて重い処罰という話があったのですが、まあ原則なんて知ったことではありませんね。防衛室長。あら失礼しました。さすがに今のは忘れてください。先生、私たち行政委員会防衛室はシャーレに積極的に協力いたします。本当？なんか猫目の人だから信用できんのだけど僕。占い君、あの眼光を見せない人ってだいぶ僕は信用してないんだけど、あの糸目の人ってだいぶ変な人多いよな。あの糸目の人でも実は裏切ってなかったパターンの人たちいるけどね。うん、怪しいやつほどそういうパターンじゃないんだけどさ、かやさんはちょっとまだ信用に足る人物じゃないわ。実装されてへんし君、あと僕の記憶が正しければ実装されてへんし君。じゃあ連邦制とかに誰も実装されてないか、よくよく考えたら。そういう意味だと。ですのでどうかあの子たちが夢を追い続けられるように助けてあげてくれませんでしょうか。ラビット招待の処分については先生にお任せいたします。シャーレにおいて見守るというのもあるでしょう。好きにさせるという手もあるでしょう。その点においては先生のなんだこれ、ご随意って読み方合ってる？SRT 特殊学園を復活させて戻ってもらうということだけは難しいのですが、私が決めちゃって大丈夫なの？はい、こう見えて私結構行政委員会の中では信頼があるので、他のメンバーに借りを作ったということにしておきましょう。エリートたちの未来に比べればこれくらい安いものです。本当か？ちょっと怖えなこの人。今まで出てきてないんだもんな、新キャラだもんな、なんか引っかかるよなどうしても。まあでも今んとこ悪いことは言ってるわけじゃないから、こっちに任せてくれるって言ってるし、まあいいか。では先生、彼女たちのことよろしくお願いしますね。終わりました。はい、消えない不審法。確かにここで終わっても綺麗な感じはするけど、さあ、やろ5番目。今回ここまでプレイさせていただきます。よろしくお願いします。お、みんな集まってるね。あ、みんな無事でしたか。なんだ、都もいたのか。都ちゃん、やっと終わったよ。終わったんだよね。さっさと帰りたいんだけど、雨もなくなっちゃったし。そんな悠長なこと言ってる場合か。私たちの処分についてはこれから言い渡されるんだろ。あの感じだけど、あの感じだと、まあ最低でも退学ぐらいは覚悟しないとな。そんなこと言ったって、どうせ SRT 特殊学園はもうないんでしょ。退学処分になったところで何も変わらないじゃん。でもそれが最低ってことは、ま、もっとやばい可能性もあるね。地下の怪しい施設に連れて行かれていろいろさせられるとか、いろんな実験なりさせられるとか。はあ、かわいそう、目がぐるぐるしてる。もう終わりだ。おもろいなこの人。すいません、私がもう少しうまくやれていたら、みんなこんな目に遭わずに済んだもの。おい、どうしてお前が謝るんだ。何、責任とか感じてるの？都、勘違いするな。学園の閉鎖が決まったあの瞬間からお前は小隊長でも何でもない。なのに責任とか勝手に感じられても困る。別に今はそんなこと期待していないし。それは、でも私は。お疲れ様。君たち仲良さそうな感じするのに仲悪いな。あんたはシャーレの。ひぃ、もうなんかもうすでにごめん。まだいたんですね先生。バルキューレに何か用事ですか、それともマスカとは思いますが、私たちに用事が。うん、行政委員会から今回の処分の件について。はあ、まあどんな処分でも別に構わないけど。どうなる、どうする。とりあえず全員釈放、もう自由だよ。好きなところに行っても大丈夫。はい、釈放？処罰は？待て、つまり私たちは SRT に戻れるのか。いや、それはできないんだけど。なんだ、喜んで損した。どういうことってなるよね。公演での作戦成功、その功績の分、シャーレが処分を決めるということになっていた。ん？決めることになったということですか。理解しがたいですが、状況は把握しました。
それで先生は私たちに何をさせたいのですか？何と言われてもみんなは何がやりたい？なんでこっちに聞き返すんだ？ SRT に帰れないなら別にどこに行ったところで。とりあえず私はどこかで休みたい。もうクタクタだよ。シャーレで休んでもいいし、そこで生活してもいいよ。はあ？自分のところに女子生徒集めて何をする気？信じられません。いや、やっぱりこの前のこと根に持って。いやー、散々ハレンチなことさせられるんだろうな。そういえばシャーレにはやたらと盗聴器が設置されてるって噂を聞いたことがある。私たちの生活を盗聴して何を？信用な。普通の漫画じゃ描けないようなことを強制させられたり、ちょっと楽しそうにするな。しないしないしない。話が変な方向に加速してる。せっかくの行為ですが、その提案は受け入れられません。私たちがシャーレで快適な生活なんて送っていては、本来の目的である連邦生徒会への抗議が成り立ちませんから。シャーレに行ったところで、ちゃんとした規律や訓練があるわけじゃないんだろう。1日2日ならともかつ、そんな場所にずっといるのは耐えられない。どうせ危険物の取り扱いは禁止されてるだろうし、急に信じるのはちょっと。そしたらあの公園でキャンプとかどう？あの公園、デモをしたあの場所ですか？コウサギ公園っていうのあそこ。コウサギ公園か。私はそれで構わない。環境的に SRT の野営訓練場みたいなものだし。私も別に。ていうか装備類あそこに置いてきちゃったし。私も。ある意味ではデモの続きになりますし、私たちとしてはそれで構わないのですが、先生はそれでいいのですか？私はもちろん大丈夫だけど、みんなの方こそそれで大丈夫。何かできることがあれば。構いません。私たちはただ無力なだけの子供ではありませんから。それに、改めてになりますが、私たちは先生を信頼していません。こうして恩情をかけてもらったところで、それが変わったりもしませんので。うん、それについては大丈夫。みんなが辛くないなら、それに越したことはないから。上にしよう。意味不明だよね、この子たちにとっては。変な人、僕もそう思う。この先生という人のパーソナリティとしては、やっぱ生徒たちが思う道を尊重したい気持ちがあるんよな。できる限りそのこの子たちの意思を汲んだ状態でその架け橋になりたいんよな。でかつ線路にはなりたくないんよな。ここが難しいところなんで、この人のな。アリウススクワットに対して手を差し伸べたけど、どうしようもないところ、そのあれは線路を敷いてあげてるわけじゃないよな。行きたい到達点へあまりにも深い溝があるから先生は架け橋を作ってくれただけであって、ちょっとした坂だったら先生は関与しないんよな。そこが重要なんよな。この宮子さんたちが今考えてることって、 SRT 学園っていうのに居続けたいけど、SRT 学園を復活させるっていうのは今現状ルール上難しくて、連邦生徒会長いないし難しいですと。ってなった時に、じゃあ何ができるかってなった時に、別に何もできないんだよな先生は今のところ。何もできないんだけど、とはいえじゃあこのラビット招待たちの意見をねじ曲げてバルキューレ警察学校に入れるっていう行動はしたくない。そうなんよな。理解はできるんだけど、それはどうなんだろうな。違和感だよね結局。それって何も決定してないってことじゃんね。それはどうなんだろうな、大人としてって思っちゃうね。それでは次会った時は敵だからな。いや最初から敵じゃん。クソ信頼されてない、珍しいパターンや。まあ待って、置いていかないで。はははは、どうなんのこのストーリー。食料調達から始めよう。何野営してんのか。でも続くけどな、何なんだろうこれ。どうなるの、どうなんのこれ。このストーリーのオチが見えない。明確な敵がないから。エデン条約はさ、最初の方はさ、裏切り者は何だろうとか目的があったじゃん。だしアビドスも廃校を止めようってのがあったし、2章ボリューム2の1章もね、
廃部になるからそれを阻止しようだったんだけど、この子たちにはあまりにも選択肢の幅がないよな、今のところ。だって SRT 特殊学園を復活させることは無理なんだもん。ってなると、じゃあ何ってなるよね。どうなっていくんでしょうか。はい、収録時間だいぶ長くなっているので、今回ここら辺で終わりにしようと思います。次回は第6話、食料調達から始めようからやっていこうと思います。次回も5話ぐらいでちょうど切れるか、場合によったらここ戦闘があるからもうちょっとできるかもしれないけど、できる限り5ずつで区切って全4パートぐらいで終われたらなと思います。こちらのボリューム4よろしくお願いします。というわけで今回の以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ムービーでした。バイバイ。